周南市中心市街地は山口県周南市の中心市街地。旧市名や立地する駅の名前から徳山とも呼ばれる。周南市南部の平野部に位置する。国際拠点港湾の徳山下松港及び周南コンビナートに面しており、主に JR 徳山駅の西側を中心に市役所をはじめとする公共施設や商店街、事業所等が広がっている。江戸時代に徳山藩が置かれ、藩庁を中心とした城下町として栄えた。明治時代に入ってからは、瀬戸内海沿岸に海軍練炭製造所が設けられたことで工業都市として栄えることとなった。1889年に町村制施行により誕生した徳山村は1900年に町制施行により徳山城に、1935年には市制施行により徳山市となった。太平洋戦争における2度の空襲により市街地の大半が壊滅した徳山市は戦災復興都市計画の復興対象都市に指定されたことで大規模な区画整理が実施された。現在の土地区画はこの際に形成されたものである。旧海軍燃料廠の跡地を中心に石油化学コンビナートが形成され、瀬戸内工業地域の一角を担う重化学工業の町として発展し、大型商業施設が相次いで進出するなど、商業集積が進んだ。徳山駅は北口駅前広場に防潮交通のバスターミナルが立地し、1975年に山陽新幹線の停車駅となるなど、周南地区の交通結節点としても発達した。平成以降は周辺部への大型商業施設の進出とモータリゼーションの進行により来街者が減り商業機能は縮小していったが、現在も企業の本社や支社が多く立地する山口県内有数のオフィス街である。2003年、徳山市は周辺の新南陽市、六夜町、熊毛町と合併し周南市となった。対等な立場での新設合併とされたが、本庁舎が旧徳山市役所に本庁舎が置かれるなど、旧徳山市の中心市街地がそのまま周南市の中心市街地となっている。徳山駅前に広がる商店街は自然発生的に形成されたものである。戦後の土地区画整理や石油化学コンビナートなどの発展を背景にして、近鉄松下百貨店を皮切りに大型商業施設が相次いで進出し、週末ともなると、買い物客の肩がぶつかり合うほど繁栄した。平成に入ってからは、周辺地域に、夢タウン新南陽や、ザモール周南といった、無料駐車場を備えた大型商業施設が、相次いで出店。モータリゼーションの進行も重なり、集客力が大幅に低下した。1990年代から2010年代にかけて、商店街の核を成していた大型店は相次いで撤退に追い込まれ、2016年までに商店街組合を除くすべての大型商業施設が姿を消した。現在は市や商工会議所、町づくり会社などを中心に中心市街地活性化が模索されている状態である。周南市の調査では、市民がショッピングを楽しむときによく行く商業地は、1997年度の時点では 34.5% であった。2011年度の調査では 4% にまで下落している。徳山銀座商店街。画像奥は徳山駅、北口駅前広場、中央街商店街周辺においては、以下のほか、公営、市営の有料駐車場が数多く存在する。ありがとうございます。